ウンテラーゴール。さあ同点です。逆転といけるでしょうか。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。別の角度からご覧ください。